総選挙まで一週間を切りましたが、これが選挙戦を通じて最大の集会のようです。アン・サン・スー・チー氏率いる NLD 国民民主連盟は、ヤンゴン中心部での開催を望んでいました。しかし、許可が下りず、ここ郊外に来たのですが、それでもかなり大勢集まっています。<laughs> アウンサン・スーチー氏にとってこれは選挙戦最後の大集会ですここ2ヶ月間目まぐるしく選挙戦を展開してきました全国を飛び回り1日で3つの集会を掛け持ちし演説することもよくありましたここヤンゴンに何人集まったか正確には分かりませんが数万人規模であることは確かです軍は選挙結果を尊重すると信じていますか 軍もこれは無視はできません、でも武器を持っているので完全には信用できませんね、今後数年のうちにアウン・サン・スー・チー大統領が誕生する可能性があると思いますか、今はなれませんが、ありえると思いますか。ええ、みんななそう願っていいますあなたもはい ビルマの人々に民主主義は早すぎると言う人もいますが民主化が嫌だからそう言っているのだと思いますこの選挙は国を変える大きなチャンスですこうした機会は歴史上一度か二度しか訪れません集会は日没と同時に終了しました目新しい内容は大してありませんがアウンサン・スーチー氏が NLD 創設者の一人ティング副議長とと同じ壇上に立ったことが目を引きました副議長は90歳近くですしかし、アウン・サン・スー・チー氏は大統領になれないので、万が一、NLD が大勝した場合、誰かを代わりに大統領に立てなくてはなりません。ひょっとすると、ティン・グ副議長が高齢を押して選ばれたのだというささやかな合図だったのかもしれません。<music>